はい、今日の話は、また伝統医学の話ですね。なんかむくみやすい方向けのものになります。先生なんかそうなんですね。毎回顔が違う、ね、なんか朝になるとむくんでるとかってしてるじゃないですか。やっぱり妊娠にもマイナスになってたりすると思いますのでね、そこら辺に対する食生活っていうものをどうすればいいかっていうところを説明させていただいております。はい、チキちゃん、はい、地球ちゃんでむくみやすかったりする？はい。そうか。はい、なんかあんまむくんでるイメージがないとか。隠れてるところ。あ、隠してるところ、ね。はい。顔に現れてる、ね。あ、でもなんか最近パンパンだねってよく言われるんですけど。あ、本当？いいことじゃん。まあ先生ってさ、はい、昔からの映像を見ていただくとさ、なんか顔が毎回違うのってなんかわかる？うん。膨らんだり縮んだり、膨らんだり縮んだりしてさ、忙しいとさ、このシュッとなっててさ。なんだけど、まあ、もっと忙しくなるとパンパンになったりだとかさ、なんかこう暇になってずっと 寝ていたからお前みたいな顔の時もあるじゃないですか。ですね、感じでむくみやすいんですよ。ですよね、むくみやすくて、でこれもまた先生の師匠の話で、まあ、前の動画でもあったと思うんだけど、まあ、プラディーク先生が言った話なんですけども、なんか伝統医学の話ね、伝統医学の話でなんかそういう体質みたいなんですよ。そうそう、彼らはなんかそういうちょっと質問したりなんか体触ったりするとそういうの分かる、その体質が分かるっていう感じのそういう訓練をずっとされて、まあ、お医者さんだからね、伝統医学のお医者さんっていうその、あの国にあるので、コロモ大学っていう国立大学 そのそういうドクターなんですよね。で、まあ、僕らはそういうタイプらしいんです、ね、そのむくむタイプやるよね、なんかこれむくむタイプ、いや、これ嫌でしょ。やだよ、ね、先生もめっちゃこのむくむのが悩みだったりするんだけど、まあみんなもいますよね、そのすごいむくみやすいとかさ、特に女性の場合は下腹部がむくみやすかったりだとかね、しきちゃん、うん、ね、足がむくみやすかったりとかさ、うん、むくみやすかったりすると足とか押されて大騒ぎするんじゃないですかね、しきちゃん、うん、ね、痛い痛い言うじゃないですか、しきちゃん、うん、ね、やっぱむくんでんですよ、そういう人っていうですよね。まあ、こういう人に対する対策っていうところをちょっとその伝統医学っていう形ですね、またプラディープからドクタープラディープからね、習った方法をお伝えしま す、ね。基本的には、まあ、こういうところってさ、それこそそのこのむくむための臓器っていうのが、なんかそのカファっていうような言い方する、カファのこのどういう意味だったんですか、カファ、カパ、カパです、カパ、カパの可愛い ね、うん、ね、カファみたいな言い方するみたいなんだけど、基本的にはね、その小腸と大腸っていう話をされてます。その臓器自体は、小腸と大腸、はい、じゃあしきちゃん、この2つは何をやるんですか。栄養の吸収、うん、うん、と小腸はちょっと消化、うん、うん、消化吸収排泄っていう形になってますよね、消化吸収排泄、消化、吸収、まあ、排泄っていう形ですね、排泄っていう形で、やってくれる臓器ってすごい悪いの出していかなきゃいけないっていう臓器で、基本的に、ね、そこの部分らしいんですよ、このカッファーっていう体質の層っていうのは。そこが変な話、むくむ、だから子宮ちゃんもさ、うん、なんか、なんだろう、子宮ちゃんまだ若いじゃん、うん、ね、若いと思うんだけど、昔に比べたら下腹部がしっかりしてきたと思わない？そうです ね、食べた後なんかしっかりすると思わない？食べた後というか、まあ一日中しっかりしてる、はい、なるほど、しっかりぽっちゃりしてる、うん、ちょっと今触ってみて、お腹感触はどうですか？ふか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 してるね、してるような人、ふかふかしてる、ふかふかしてる、ふわふわしてる、はい、ふわふわしてる、今触ってみてね、ふわふかしてるふわふわね、先生もそうなんだけど、先生もまあちょっと油断するとね、ね、油断するとそういう風になるわけなんだけど、まあそういう人っていうのは基本的にそこにやっぱ水が溜まってるっていうね、悪い水が溜まってるんですかな、で考えられたんです、ね、そういう状態の人ってのは基本的にはむくみやすいんですよっていう話をお聞きしています。ですね、じゃあどうすればいいかですね、
で、このね、朝の時間らしいんですよ、これって。カファの時間っていうのはこの朝っていうふうに言われてて、生活の中で朝起きた時に、その例えばこれをプラスされるような食べ物っていうのがあるわけなんですよ。ってなんですよ。これがプラスされるような食べ物ってあって、例えば朝起きた時に、それこそお肉を食べる、重いものを食べるっていうね。これ種類、全種類は確定しないけど、重いものを食べるっていう感じですよね。まあ、味の濃いものもそうだよねっていう話、味の濃いものもそうだし、まあ、お肉の類とか脂っこいものってまさにそうだよね、重さの塊みたいな感じだと思うので、そういうことを考えていただきますと、そういうこう朝のこの排泄の時間に重いものを出してしまうと、基本的にはそのカファっていうこれ状態がね、水分っていうものが多くなってしまうっていう感じですね。これが多くなってしまうっていうふうにお考えください。これなんか理にかなってると思わない、しきちゃん、うんうんうん、朝から食べれるタイプですか、しきちゃんは、うん、食べようと思えば食べられます、うんうん、で食べるとどうなる、変な話、お腹いっぱいになってもたれたりするよね、はい、眠くなったりするよね、まさにこれなんですよ、これが上がってくるとっていう形なんだけど、で本当にね、これもその通りで、例えば先生なんかでも朝はね、今ね聞いてくださいね、みんな、そう朝食べてないんですよ、なんかどうかほっそりした気がしない、で後輩のマッサージ屋さんに行ったら、そのぐらい痩せたんじゃないですかって言って言われたんです、聞いてよかったね、うん、毎回言ってくれるんだけどね、痩せたんじゃないですか先輩みたいな感じで言ってくれるんだけど、そのね、まあなんだろう、ここの部分を先生みたいな、ちょっとまた思い出してね、この教えを、師匠の教えを思い出して、今またね伝統医学的な体質改善を自分にも当てはめていこうっていう形でやってるわけなんだけど、そういうタイプの人とかって朝もう、まあ、食べない、もしくは軽め、なものを食べるっていう形ですよね、でいいんじゃないかなというふうに思います。だから、ね、基本的なのはこれ牛乳がダメだって言ってたね、こういうタイプっていうのね、で消化しづらいからさ、やっぱりここの部分で足してしまう感じになってしまうかなというふうに思います。で逆に言うとさ、なんか痩せてきちゃったとか、ひょろひょろガリガリになっちゃったみたいな、羨ましいけどね、先生からすると、そういう人とかっていうのは、まあ、逆に言ったらそういうものをしっかりとさ、バランスよく食べるみたいなのもありなんじゃないのかなっていう、まあ、基本的に伝統医学って全部そうなんですけども、その生活の中から実証されてきたものなんですよ、ですよね。で、これ科学なので、ある意味そのなんかさ、どう指揮者にヨガとかアーユルヴェーダ、まあ、アーユルヴェーダの中にヨガがあるっていう、ね、イメージでいいのかなと思うんだけど、そういうものっていうものがさ、その今ってそれこそ科学なのですよ、これ科学なんですよね、もともとアーユルヴェーダ自体がなんか生命科学みたいなのを略だなって確かそんな風に習ったと思うので、科学っていうものはなんかその検証してってこうだっていうところと、西洋医学的な目線を持ってこうだっていうところがやっぱりなきゃいけなかったりするんでね、そういうことを考えていただきますと、その科学っていうところね、科学っていうことは、だからドクター面白くて、そのドクター本当に面白くって、聞くとね教えてくれるんですよ、その、聞かれると思ったよみたいなこと言いながら、ね、その西洋医学的な解釈を教えてくれたりするわけなんだけど、まあ、先ほどの話ね、むくみやすい方とか、なんか周期的にむくむ方、今期にむくんじゃう方とかっていらっしゃいますよね、胸が張ってきちゃう方、まさにそういう感じだと思いますので、なんとなくね、まあ、そういう時はちょっとそのカファが溜まってきてんだなと思ってもらって、そういうむくみやすい感じになってきてんだなと思ってもらって、そういう時はちょっと若干食べ物を抑えてもらったりとか、軽めのものですよね、なんかそのドクターはおかゆって言ってたけど、おかゆってちょっと科学の中では若干ちょっと血糖値上がりやすかったりとかねしたりすると思いますので、どうかなとは思うんですけども、なんとなく軽めのものを食べていただくっていう形がいいかなというふうに思います。